はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はキャスター視点ちゃん使って遊んでいこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ早速遊んでいくんですが、まあ挑む場所なんですが、普通にフリークエストです。はい。で、まあ前回ね、キャスターの、違うわ、ライダーの金時で遊んだっていうやつやったんですが、まあ今回に関して魔性特攻を生かすために遊べるのがフリークエストしかないということで、まあ軽くね遊んでいこうかなと思います。では早速やっていくんですが、まあ普通にバフります。うん、もうただただこれバフって終わりっていう感じです。で、視点ちゃんに関して第3スキルでね、味方全体の攻撃力アップとか魔性特攻を乗ってくれるということで、まあこの時点で魔性特攻が乗ります。はい。で、まあ普通に火力見てもらったらわかるんですが、まあこれぐらいの火力が出るって言いたいんだけど、まあこれぐらい3万ぐらい出てて、多分4万5000ぐらいかな、出てると思うんだけど、等倍だった場合2万4000ぐらいの火力出てくれるって感じです。はい。まあ 50% ね、火力がアップしてることによって、まあ相当ね上乗せされているんですが、まあ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 、こんな感じの火力、まあキャスターでも出すことができるよみたいな感じですね。で、キャスター視点ちゃんに関してはアーツが2枚あるということで、あ、アーツ3枚ですね、3枚あるということで、まあ A チェインとかうまいこと組み合わせてあげると、まあ宝具回転率を上げることができるって感じです。なのでやっぱりマーリンとかを組み合わせてあげると比較的にいいのかなっていう感じかな。マーリンがやっぱり強いで、それ以外だと光小屋等もありだったりはするんですが、光小屋に関しては正直バスターが1枚でね、クリティカル狙いにくいということで、あまりおすすめはできないです。ということでラスト、まあナーガね、ぶっ飛ばしていくんですが、ナーガに関してこの子ね、なんと魔性特攻なんですよ。一応飛ぶんですよねっていう、いや飛ぶのかな、飛ぶっていう前提でやってきてるんだけど、もしかしたら飛ばないかもしれない。一応等倍でのぶん殴りとなってるんで怖いんですが、どうですか。あ、オーバーキルしましたね。はい。22万程度出てるので、バフ的なことを言うと 50% アップされてるんですよ。ってなると今特攻バフ込みでのお話でいろいろやっていたんですが、この特攻バフがなくなった場合、6万程度下がるということで、まあちょっと自分の視点ちゃんレベル100になっているんですが、22万出てたってなった場合、等倍だった場合、だいたい16万程度の、火力が出るっていう感じです。まあそのことを考えると、やっぱり特攻が入るとキャスターの視点ちゃんに関しては火力が比較的に出しやすいということになるんで、まあそういった意味では狙っていく、使っていくっていうのはありなのかなと思います。そして魔性相手だった場合結構います。はい。特攻が刺さる場面っていうのがあったりするので、うまいこと使ってあげるといいんじゃないかなと思います。まあ一応多分画像がねポンと載ってると思うんですが、まあ今回だとナーガとかケルベロス、それ以外で言うとゲイザーとか、ゾンビスケルトンですね、ラミアとかにも入ります。で、土蜘蛛狩りとかいろいろね、サーバント入るということ、サーバントじゃねえ、エネミー入るということになってるんで、ここうまいこと活かしてあげるといいかなと思います。で、サーバントに対しては基本特攻刺さんないです。はい。数がめちゃくちゃ少ないとなっているんで、まあこれに関してはフリークエストでぶっ刺さる特攻と思ってもらえればいいかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.